夏の甲子園をかけた最後の戦いです。第89回全国高校野球選手権の愛知大会決勝、愛工大名電先行、後攻めが中京大中京です。1回の表の愛工大名電、ワンアウトから2番の石黒がヒットで出塁しています。昨日は雨で試合ができなかった岡崎市民球場、今日は青空です。この試合の解説は東邦高校のピッチャーとして昭和52年夏の甲子園で準優勝の坂本義和さん、実況アナウンサー渡辺健二でお伝えしてまいります。愛工大名電勝てば3年連続9回目の夏の甲子園、一方の中京大中京が勝ちますと3年ぶり25回目の甲子園です。中京大中京は今日先発エースナンバー1番をつけたこの伊藤です。愛工大名電も1番をつけたサウスポーの細江の先発となりました。愛工大名電は1番の松本見逃しの三振、2番の石黒がレフト前ヒット、そして今3番この選手は脇山です。準決勝は2番でしたが今日は3番に入っています脇山です。中京大中京第1シード、愛工大名電第2シードで迎えた今日の試合です。ダブルプレー取れるか、2塁アウト、バッターランナー足が速い、1塁へは投げられません。2アウトランナーは1塁。1回の表の愛工大名電の攻撃です。坂本さん、今日どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、伝統校同士の決勝となりましたが、どのあたり楽しみにご覧になりますか。共に強豪高校ということで、はい、その引き締まった好ゲームを期待したいんですけどね。しかも春の優勝校の中京大中京、そして愛工大名電は県大会準優勝、第1シードと第2シードの対戦なんですね。もう愛知県を代表するこの2校ですから、今日もですね、熱戦をね、期待したいなというふうに本当に思いますね。4番の渡辺、2年生、ランナースタート、セカンドは渡辺です。3アウト。1回の表愛工大名電ランナー出しましたが無得点です。それでは両チームのスターティングオーダーをご紹介していきましょう。これから攻撃に移る中京大中京、去年秋、今年春ともに県大会優勝です。左バッターが5番まで並びます。難波渡辺の 1,2 番、非常に足の速い選手。4番の伊藤は今大会注目のスラッガーです。7番の福富、キャプテンで左打ち、ラストバッターのピッチャー伊藤も右投げ左打ち、左バッター7人います。一方こちら愛工大名電、3年連続の夏の甲子園を目指します。準決勝とオーダーを変えてきました。下位打線を打っていた松本が1番、キャプテンの石黒2番です。2番を打っていた脇山が3番、そして3番を打っていた2年生の渡辺4番と、ややオーダーを変えてきました。先発ピッチャーはサウスポーの細江です。ファースト石黒君、セカンド脇山君、4人のピッチャーの継投で勝ち上がってきた愛工大名電。渡辺君、細江の成績をご覧いただいています。イニングとほぼ同じぐらいの数の三振を奪っています。松本君、4試合で失点5という今大会の成績です。柴田陽介君、坂本さん、ピッチャー4人で継投ですけれども、中心となってきたのがこの細江投手ですね。はい、そうですね。愛工大名電の方はね、細江君がね、頑張っているんですけども、はい、左投手の柴田君もいますよね。その辺の今日は継投になるんじゃないかなというふうには思うんですけどもね、細江君自体が共栄高校戦でね、立ち上がりやその不安定な投球をしましたので、昨日中1日空きましてね、その辺をどういうふうに修正してきたのかというところをちょっと見てみたいなというふうに思いますね。両チームとも準決勝では初回に失点をしました。ともにこう守りのエラーも出ての失点だったですね。準決勝という、大事な試合とその一戦ということでね、ややその緊張感があったんじゃないかなという感じですね。両監督ともにその立ち上がりどれだけスムーズに入れるか、今日の試合のポイントに挙げていました。1番の難波、非常に足の速い選手です。今投げたストレート、それからカーブ、スライダーと投げてきます細江。こちらは1番の難波です。デッドボールでノーアウトランナー1塁、先頭バッター歩かせてしまいました。
坂本さんもピッチャーとしてこの愛知大会の決勝で戦った経験がありますが、最初のバッターにデッドボール、どんな心境でしょうか。まあ、私は2年連続で、ね、決勝のマウンドをパスさせていただいたことができたんですけども、その立ち上がりというのはそのピッチャー一番バッターをどうやってその集中して取っていくかということを、ね、常にその頭に考えながら投げるんですよね。ただ今のデッドボールも、ね、なんていうんでしょうか、こう攻めていくというその気持ちの中で、はい、たまたま、ね、ボールがバッターに当たってしまったということだと思いますのでね、まあ、ここは今のようにその牽制をこう入れながらその、まあ、バッターをランナーをです、ね、セカンドに送るのかヒットエンドランに来るのかというようなその様子を見ながら、ね、投げるということが大事だと思いますね。バントの構えでボール2になりました。牽制などを入れながらピッチャーはまずこう落ち着くことが重要なわけですね。そう思います。まあ、野手が、ね、守っておりますから、はい、やはりその打たせて取るようなそしてまたまあ、バントしてくるんであればね、バントしてきました。そうですね、一つ一つアウトを取るということがね、この場面では非常に大切だなというふうに思います。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。中京大中京としてもまず手堅く来ましたね。もうこういうその決勝戦になりますとね、まず先制点をこう取るということが非常にその自分たちのチームに勢いをつけるということになりますから、中京大中京としましたらね、今はデッドボールのランナーをセカンドにしっかり送るということはこれはいいと思いますね。今大会26個目の犠打を決めた中京大中京。さあ、この中軸は非常に力があります。まず3番の金山、ライトやや深めに守っています。今は岡崎市民球場、ほとんど風がありません。まあ、坂本さん、1、2番非常に中京大中京は足が速くて、そして中軸の左バッターが力があるという打線ですね。まあ、大きなのも打てるんですけども、その中京大中京 そのクリーンアップ この強みというのは、はい、そのコンパクトなスイングでね、そのバットの芯にいいボールを当てるということがね、すごくうまいんですよね。金山、伊藤、早田、そして矢沢と続きます。いずれも中軸左バッター。二塁ランナースタート、キャッチャー三塁へ、ボールはストライク、盗塁成功、ワンアウトランナー三塁。ここは走ってきました。いや、坂本さん、思い切ってきましたね。今のもその完全にモーションをこう盗まれましたよね。はい、これはサインというよりもランナーの判断なんでしょうか。選手自身もね、やはりその試合前から、昨日もそうなんですけども、いろんなそのビデオをこうビデオを見ながら、はい、そのピッチャー その細井君 その投球 そのタイミングというんでしょうかね、はい、そういうのもしっかりとこう研究をしてきたその成果がね、ここで出たんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、愛工大名電はバックホーム体制です。あっと、また当たった、デッドボール、ワンアウトランナー一塁三塁。左ピッチャーの細井、左バッターにデッドボール2つ目です。ん、今細井が何か球審の山田さんに何かを確認しています。ライト伊藤早田君、こう内角を突こうという球が抜けているという感じなんでしょうか。まだちょっと制球が、ね、定まってないような気がしますけど、はい、やはりその中京大中京 その強力な打線に対してこう攻めていくにはやはりその厳しいところをどうしてもこうついていかなきゃいけない、はい、ということだと思うんですけどね。中京大中京はここは大きなチャンス、4番の伊藤早田。内野はバックホーム体制は取りません。いわゆるダブルプレー体制、中間守備です。準決勝でも後半再三スクイズを決めている愛工大、中京大中京です。ただ坂本さん、ここは4番です。はい、攻撃としてはどうでしょうか。ワンアウトですから、まあ、確実にその点を取るということも含めてね、はい、打ってきた、1、2塁間抜けた、先制点中京大中京、4番伊藤早田のタイムリーヒット。相手のミスからランナーを止めて、そして隙のない走塁を見せて、さらに4番のタイムリーです。まあ、何か上からこう本当に叩きつけるようなバッティングでした。高さ高いボールでしたから、まあ、思い切ってね、はい、伊藤君もこう振り抜きましたよね。はい、これで6試合で伊藤早田11本目のヒットです。さあ、なおも追加点のチャンスで5番の矢沢2年生。この矢沢も非常にこう左右に打ち分けるシャープなバッティングをしてきます。
ボールが一つ細江投手の持ち味だと思います。あのボールをね、こうデストライクをこうカウントを取ってくるようなね、はい、そういうそのピッチングができればね、こう名前の細江君としてはね、落ち着いてこう投げれるんじゃないかなというふうに思うんですよね。バッターの矢澤君としましたらね、はい、その外に逃げているボールをこう食らいついてこう三遊間がこう広く空いておりますのでね、そこにすぐ転がすというのは、ね、意識立ってきました。あっと弾いてしまった。ベースカバーピッチャー、一塁はアウト。ランナーそれぞれ進みます。ツーアウトランナー二塁三塁。掴んでいればダブルプレーもというところでしたが弾いてしまいました。6番ちょっと硬いでしょうか。ただその後のね、こぼれたボールをそのセカンドの脇山君がよくこうバックアップしましたよ、はい。まあ、愛工大名電としましたらね、はい、ミスの後のその次の処理をしっかりこうできておりますので、これはもうツーアウト取ったということで、はい、なんとかそのバッターに集中をするということだと思います。初めて右バッター登場です。1点で収まるか、それとも中京大中京追加点か。まだ細江投手本来の投球にはなっていません。ボール2。今のボールなどはこう右バッターの内側非常にこう角度が悪いボールですけど ねクロスしてくるボールですから、あのボールをこう手を出してもね、はい、三塁ゴロのようなね、そういうボテボテの当たりになってしまうと思うんですね。落としてきました。この細江を含めて左2人右2人という4人のピッチャーの継投で勝ってきている愛工大名電です。準決勝に続いて初回に点を失っている細江。ワンスリーです。中京の打線も高めのボールストライクゾーンは逃しませんし、よくボール見えているようにも見えますが、決してそのボール球は振らないということをこう、ね、はい、徹底しているんじゃないかなというふうに思います。フォアボール。ツーアウトランナー満塁です。この回だけで四死球早くも3つ目です。デッドボール2つフォアボール1つです。7番、そして7番の福富キャプテンです。坂本さん、 1回ですけれども、これ大きな場面になりそうですね。まあ、中京大中京としましたら、はい、もうここはね、まあ、1点を取って、追加点を取るその最大のチャンスなんですけれども、はい、バッターのその福徳君がね、またこれキャプテンですしね、まあ、責任感の強い子ですから、なんとかしようとそういう強い気持ちでバッターボックスに立ってると思うんですけども、その気持ちに負けないようにね、細江君もこう仲間を信じてね、その自分 その持ち味である今のようなね、まずストライクをこう先行していくというような、そういうその投球に心がけるべきでしょうね。ツーアウト満塁で初球まずストライクを取りました。今大会打率5割というキャプテン福富、ホームランも1本あります。上げてしまいました。レフトです。少し眩しい。レフト松本、ようやく落ちてきました。スリーアウト三者残塁。1回の裏中京大中京、しかし4番バッターの先制点です。ではその場面をご覧いただきましょう。愛知工業大学、ワンアウト一塁三塁という場面を作りました。高めのボール、坂本さん、あれを強引に打ってしまうとこう外野フライというケースも十分考えられるようなボールでしたね。まあ、打った、ね、伊藤君がこ うまくこうミットに心がけた、ね、そのバッティングだったというふうに思います。さあ1点先制です。ただ愛工大名電もその後の満塁のピンチは切り抜けました。この選手が伊藤です。まあ、これで22打数の11安打ということで打率ちょうど5割、打席数の割に5割ですから、これ非常に充実したバッティングをしていることになります。打点も8になりました。さあまず1点を先制した中京大中京、3年ぶり25回目の甲子園を目指すそのチームの今年のエースナンバー1番をつけているのが伊藤です。2年生、登板はこれが4試合目です。中京大中京も継投で勝ち上がってきました。
この伊藤を含めて3人のピッチャーです。2年生2人、1年生1人ということで、坂本さん、3年生のいない投手陣なんですね。はい、まあ、伊藤君もね、細川君もこう2年生ながらね、はい、そのキャッチャーの田中君も2年生ということで、若いそのバッテリーですよね。その名門中京大中京の中でね、はい、2年生ながらこうチームを引っ張ってる、そういう意味ではその本当に、なんて言うんでしょうか、3年生のそのバックをね信頼しながらこう一生懸命投げてるのがいい結果につながってるんじゃないかなというふうに思いますね。5番ショート古川から始まります。愛工大名電2回の攻撃です。この古川は準決勝6点をリードされた共栄戦で逆転のタイムリーを打った選手です。去年の準決勝も9回2アウト3点差という場面で逆転打を放ったのが古川です。サード矢沢、ファースト都筑、軽快なプレーです。ワンアウトランナーありません。この夏の大会の中で4番も打ったことがあります。高井です。今日は6番です。打順もいろいろと試合ごとに入れ替えながら戦ってきている愛工大名電です。2アウトです。アウトにはなりましたが、今のバッティングいかがですか。しっかりとこう芯で捉えておりますよね。はい、ピッチャー の, その伊藤君 の, その投球にね、その球威に決してこう負けてませんね。柴田君、2年生のエースピッチャーの伊藤です。7番の柴田は今大会の中で2番を打ったこともあります。サード前にいます。バントの構え、坂本さん、このバントの構えで揺さぶるというのが愛工大名電の大きな持ち味ですね。投げてるピッチャーとしましたらね、はい、それがただその牽制なのか、本当にしてくるのかというところでね、すごくこう投げにくいんですよね。ただ、まあ、ピッチャーとしましたら、そのストライクをこうそういう場面でもどんどんこう投げていくようなね、はい、そういうその強い気持ちっていうのがこのバント対策に対してはこう強いだと思いますね。昨日雨で1日試合がありませんでした。中京大中京の大藤監督もその愛工大名電の揺さぶりに対する対策はじっくり時間をかけて昨日行うことができたという話をしています。詰まりました。セカンド渡辺、スリーアウト。2回の表3人で攻撃が終わっています。愛工大名電です。愛知大会の決勝2回の表終わって1対0、中京大中京が愛工大名電をリードしています。ともにシード校です。こちら中京大中京は第1シード、3回戦からの登場です。愛三大三河との対戦では11対1、去年の準優勝校の愛三大三河を大差で破ってコールド勝ちです。ただ4回戦以降は好投手との対戦が続きまして苦しみました。正常戦には中盤6回に追いつかれましたが終盤突き放すという展開。5回戦の対馬北は細かく得点を刻んで5対0、準々決勝の桜ヶ丘も1点ずつま取るような堅実な試合運びで準決勝へ。中部大第一には今大会初めて先制されましたが後半一気に突き放しました。まあ、坂本さん、コールド勝ちこそ1試合なんですけれども非常に手堅い攻めといいますかね、はい、そういったものが中京大中京は今大会目立ちましたね。ピッチャーを中心にこう失点を、ね、最小限にとどめるというんでしょうかね、はい、そういうその守りの野球ができていますね。また攻撃についてはその準決勝の中部大第一の試合についてはね、はい、後半こう小刻みにね、点をこう重ねていくようなね、そういうその粘り強い攻撃が予約できるようなになりましたね。
中京大中京の大藤監督も、非常にこう手堅い野球ができた、自分たちの形ができたのは大きな収穫だと試合前に話をしていました。8番2年生キャッチャーの田中からです。フラフラっと上がって落ちます。ノーアウトランナー1塁、1回に続いてのノーアウトです。坂本さん、ピッチャーからすると打ち取ったような当たりでしたけどもね。ちょっとこうね、いやいや、その不運と言いましょうかね、はい、完全にその、振り遅れた詰まった打球だったんですけども、落ちたところが良かったですね。それと細江のボールがちょっと高かったでしょうか。もうそうですね、全般的にこのゲーム高めが多いので、やはりその強打の中京大中京の打線を抑えるためには、やはりその両コーナーと、はい、その高低ですね、これをこううまくこう使い分けながらこう投げるということがね、大事だと思います。また送ってきます。今度も確実に送ってきました。送りバント、この試合2つ目。ワンアウトランナーは2塁です。そしてまた上位に回ってきます。ショート南波君、9番から見ますと6人連続左ということになる中京大中京です。左対左というのは全般的にピッチャー有利という言われ方をするんですが、ここまでご覧になっていかがですか。愛知県大会もね、この愛知県 の、 その各学校もその左の好投手というのがね、最近は多くなってきておりますので、はい、その練習自体も左ピッチャー対策というんでしょうかね、そういうのも最近はですね、こうしっかりするようになりましたよね。今のはいいボールです。細江投手からしますと、インコースの使い方がポイントになるでしょうか。左バッターのその懐をこうすごく突くというようなね、はい、それその甘く入ってきた、右中間、二塁ランナー落ちたのを確認してからスタート、三塁回る、クロスプレーになる、こぼした、中京大中京2点目。初回に続いて先頭バッター出して送りバント、そしてタイムリー、理想的な形で2点目を取りました。今バッテリーはこれ外してもいいというような球だったでしょうか。今のはね、様子を見ようということで、外そうというそういう気持ちで投げたと思うんですけども、はい、それをね、こう見逃さずに、その難波君もね、よく振り抜きましたよね。ホーム際どいタイミングでしたが、さあ2点目が入って、2番の渡辺俊足、この一塁ベース上の難波も非常に足が速い、この 1,2 番です。中京大中京からしますと、これスコアリングポジションにおいて中軸という形を取りたいですね。なんとかこうセーフティーバンドということでね、自分も行けるようなね。ランナースタートできた、上げてしまいました、センターです。ランナーは進めません、ツーアウトランナーに。話途中になりました、失礼しました。しっかりと送るということもこう大事な場面だったと思うんですけど、ちょっと強行しましたけどもね、こういう場面についてやはりそのランナーをこう進めるようなね、そういうそのバッティングというのがこう大事だったんですけどね。今の大藤監督の顔を見ると、これ転がしてくれよという感じなんでしょうかね。愛工大名電としましたらこう助かりましたね、はい、金山第一打席はデッドボールです。この後がタイムリーを放っている伊藤隼太です。カウント、これでワンストライクワンボールです。ただ中京大中京も積極的に仕掛けてきてますね。ストライクボールをね、こう積極的にね、また当たっているか、ファールでしょうか。あ、デッドボールです。3つ目のデッドボール、ツーアウト一塁二塁です。今のはこう変化球だったんですが、少し抜けたんでしょうか。ギリギリの、ね、ところをこう、金山君のインコースをこう狙ったボールなんですけどもね、はい、そのちょっとこう指先がね、はい、まだこう本来 の、 その細江君 の、 この感覚になってないんじゃないかなというふうに見受けられますね。そして第1打席先制タイムリーの伊藤です。高めのボールを叩きつけるようなバッティングでした。上
げてしまった。今度は高く上がりました。センターです、柴田陽介、スリーアウト。2回の裏、中京大中京1点を追加しています。2対0です。それではその場面ご覧いただきましょう。ワンアウト2塁から狙ったところよりも中に入ってきてしまった。ただ難波もそれを逃さなかったですね。ね、もう本当にそのなんていうんでしょうか、決勝ぶりをすることなくね、はい、まあ、打ち返すという、そのバッティングのその基本というんでしょうかね、はい、そういうものが中京大中京このバッターですね、しっかり難波君できてましたね。はい、さあその難波のタイムリーで2点を先制した中京大中京、愛工大名電。準決勝に続いて追いかける形になりました。第2シードです愛工大名電、3回戦からの登場です。岡崎、城西、志学館、英徳、まあ、ここまで3試合は1失点でしたが、愛知高校には10対4、終盤愛知高校の粘りも見事でした。そしてなんといっても準決勝6対0から7回に2点、8回に一挙7点取って逆転。まあ、この準決勝は坂本さん非常に見事な、まあ、驚異的な粘りでしたね。まあ昨年に引き続きましてね、その6点差 の, そのビハインドをねよくひっくり返しましたよね。やはりその最後のその何て言うんでしょうか、こう諦めない野球っていうんでしょうかね、そういうものがこう元々愛工大名電のその野球の中にありましたけどもね、それがそのまたさらにそのそれがこう伝統になりつつありますね。8番のキャッチャー森からです。共栄高校戦8回に7点取った時はこの森のツーベースからイニングが始まりました。去年の準決勝でもやはりこの岡崎市民球場で愛工大名電9回2アウトから3点差を逆転しています。ショート強い当たり、タイムリーを放っている難波、ワンアウトです。ただ確かに坂本さん、愛工大名電も捉えたような当たりになってますね。芯でしっかりとこう捉えておりますので、中京大中京の伊藤君としましたら、ね、そのボールをこう低めにこう集めるようなね、そしてまた、両サイドをこ う, うまく使いながら、そのストレートとそのカーブ変化球 の, その使い分けっていうんでしょうかね、そういうものをこうしっかりしていかないとね、捕まりますね。ここは当てただけです。セカンド渡辺、ツーアウトランナーありません。リードはしていますが、こういう当たりが出るというのはピッチャーからするとどんな心理状態なんでしょうか。やはりその芯でね、こう打たれますとね、その野手の正面をついてアウトに取れてもね、そのいつかやられるんじゃないかなというようなね、そういうその心理状況にどうしてもそのピッチャーの場合になってきますので、そのどうしてもこう低め低めでね、決してその長打を打たれないようなね、そういうその投球内容っていうんでしょうかね、そういうものをやっぱりこう心がけた方が私はいいんじゃないかなというふうに思います。1番の松本です。右中間センター手を上げています。いいコースでしたがちょっと差し込まれたでしょうか。3アウト。3回の表愛工大名電無得点、2対0中京大中京がリードです。さあそれではこれから攻撃に移る中京大中京の応援席の情報です。小宮山照義アナウンサーに伝えてもらいます。小宮山さん。はい、三塁側の中京大中京応援席です。先制点が入るともうものすごく耳に響くような応援でした。でその応援の最前列、フェンスのすぐ脇に千羽鶴が置かれています。今大会に出場して残念ながら敗れていった90チーム以上の千羽鶴です。ベンチに置くチームが多いんですけれども、この方が応援に力が入るということで応援団の意向でスタンドに置かれています。応援団長の小島慎さんは、千羽鶴を託してくれた仲間のためにも全国制覇するしかない、今日の決勝は通過点ですと話していました。願いが叶わなかった選手たちの思いを胸に中京大中京応援団の声援が響きます。小宮山アナウンサーのリポートでした。坂本さんも試合後にですね、ベンチ裏で取材などを協力していただくことありますが、負けたチームがこう泣きながら千羽鶴を持ってきて
僕たちの分まで甲子園に行ってくださいねと言ってこう勝ったチームに手渡すシーンというのが、ね、よく見られますよね。まあ、本当にその負けたチームがその勝ったチームにその自分たち その気持ちを託すという場面を、ね、こう何回かこう見るんですけどもね、それをこう見るたびにねその勝ち上がったチーム頑張ってくれよというようなね、そういう気持ちにねやっぱりこうなるんですよね。ですからそういう場面をこう見ますとね、私自身もすごくこう感動を覚えるっていうんでしょうかね、高校野球の素晴らしさをね再確認できますね。5番の矢澤セーフティーバント見せてきました。まあ、本当に184校今年の愛知大会は出場しましたが、今日勝ったチームしか甲子園の土は踏めません。おそらくこのスタンドの中にも中京大中京と戦って敗れたチームの選手もいるでしょうし、テレビの前ラジオの前でもね見てる選手多いでしょうしね。ボール球振らせに行きました。スイングはしていません。この矢沢に対しては愛工大名電の細江が早いカウントから追い込んでいます。左バッターからしますとこう早めに追い込まれると外の変化球見極めがどんどんと難しくなってきます。ショートバウンド合わせた古川、ワンアウトです。今のこのバッターに対する細江の投球全体にどうご覧になりましたか。先頭バッターをこう丁寧に取っていこうという意識が向けられましたし、はい、その早く、ね、追い込むことによってその自分 の, その間合いペースで、はい、投げることができるんですよね、ピッチャーというのは。そういう意味ではその矢澤君に対するその投球というのは細江君、本来のピッチングじゃないかなというふうに思いますね。6番の矢澤です。失礼、続きです。第1打席フォアボールで出塁しています。キャッチャーのミットとは逆でした。レフトへ、いい当たりだ、いい当たりだ、レフト見逃し、見送った。回も1点取りました中京大中京。風がほとんどなかった岡崎市民球場、レフトスタンド中段まで運ぶソロホームラン。中京大中京3対0突き放します。いや坂本さん、今のは素晴らしい当たりでしたね。いやもうど真ん中のボールなんですけどもね、はい、その打った都筑君がね、この岡崎球場99メーターあるんですよね、はい、それをこう軽々とねこうスタンドまで持っていくそのパワーというんでしょうかね、ジャストタイミングで打ったんですけどもね、素晴らしいパワーですね。7番福富です。セーフティーバント、ちょっと当たりが強かった。セカンド、おっとアウトです。アウトですが交錯しました。大丈夫でしょうか。足がかかりました。バッターランナーの福富とセカンドの脇山です。ああ大丈夫そうです。まあ、せっかくの決勝戦ですから怪我でねリタイアというのは残念な結果になりますが、ここは2人とも大丈夫そうです。キャッチャー田中君、8番キャッチャー田中です。まあ、ただ坂本さん、ホームランを打った都筑が6番ですから下位打線も力ありますね。もうなんていうんでしょうかね、こう下半身をこうしっかりさせてね、はい、レフトフライです。スリーアウト。この回も中京大中京1点を取りました。それではそのホームランご覧いただきましょう。ツーエンドワンから追い込んでいたんですが、レフトスタンド中段まで運びました。これで3対0中京大中京3点をリードしています。追いかける点数が3点となった愛工大名電の応援席の情報では小宮山アナウンサーです。はい、追いかける一塁側愛工大名電応援席です。
びっしりとスタンド埋まっています。その最前列では大きな赤いメガホンを持って声を張り上げる野球部員の姿があります。これ工事現場などにある三角コーンを切ってメガホンにしたもので、なんと去年から使い続けています。もう使い込まれているだけあってボロボロ、テープをぐるぐる巻きにしてようやく使っているんですが、まあ、甲子園を経験した縁起のいいメガホンだからということで今年も使っています。この縁起のいいメガホンを通して逆転に向けて声援を送らせます。大きなメガホンで坂本さん、おそらくこう少しでも選手にね声が届くようにという思いも詰まってるんでしょうね。私も経験あるんですけど、その、はい、マウンドにいてね、その応援団の方、その席からね、ああいうその、はい、カラーコンというかね、そういうそのメガホンでこう私もたくさんこう声援をいただいたんですよね。はい、ピッチャーとしてその聞こえる時があるんですよね。あ、そうですか。はい、それはもうすごくこの自分のその力になりますしね。はい、とかそのスタンドに応援してくれてるそのみんなのためにもこう頑張ろうというようなね、そういうその勇気をね与えてくれますよね。そういった声援を、まあ、受けて追いかける愛工大名電、4回はキャプテンの石黒からです。2番バッターです。2番ファースト石黒君。確かにこう所々割れている様子が画面を通じても分かります。三遊間破っていきました。ノーアウトランナー一塁。愛工大名電ノーアウトのランナーは初めてです。少しこう体勢を崩されかけたんですが、まあ、それもねよくこうなんていうんですか、大振りをせずにね、そのもういつもそうなんですけど、愛工大名電 そのバッティングっていうのはその、はい、ミートを心がけるね、下半身をこうしっかりさせて、コンパクトに振る、そういうその攻撃がね、いつもできますね。ランナースタート切った、盗塁できた。ノーアウトランナー二塁。初球いきなり走ってきました。3点差、4回の表の愛工大名電です。坂本さん、この作戦はどうご覧になりますか。まあ、なんですかね、まず1点をこう追いつこうということで、はい、その攻撃ということでね、その奇襲攻撃をこうかけながら、その中京大中京 その守備をね、まあ乱そうというようなその、はい、まあ、作戦だったと思うんですけどもね、まあ、見事に決まりましたね。今大会盗塁17個目です、愛工大名電。そして3番4番です。この状況ですとここでバントということも十分考えられますね。自分も生きるようなね、そのセーフティーバントというのもこう十分にこう考えられる場面ですから、中京大中京の伊藤君としましたらね、ランナーセカンドに背負ってますけども、打っていきました。こうね、まあ、なんでしょうか、こう牽制をこう入れながら、はい、そのゆったりとね、自分のその気持ちをこう沈めながら、そのバッターに向かっていくというようなことがね、できたらいいんじゃないかなというふうに思います。ランナー動けず、ショートサード重なってしまいました。ノーアウトランナー一塁二塁、記録は内野安打。まあ、俊足の秋山ですからショートがとってもどうかという場面でした。ノーアウトランナー一塁二塁。渡辺君。さあ愛工大名電もいいバッターに回ってきます。今日4番に入る渡辺のところで守りのタイム1回目を取ります。中京大中京です。背番号16をつけた水野が伝令としてマウンドに上がりました。この場面の指示はどういうことが考えられるでしょうか。まあ、バッターはね、まあ、ここはまだノーアウトですから、その愛工大名電の渡辺君こう一発があるわけですよね。ですからその辺もその含めましてね、そのピッチャー中心としながら、まずピッチャーの場合についてはこう低めで、コースをついて、いこうと、はい、こういうようなことをねこう話し合いながら、またその自分たちその内野陣はね、その自分のところその打球が飛んできた場合についてどういうそのプレーをするのかというようなこともね、こう再確認のためにねしたんじゃないかなというふうに思うんですけどね。名古屋ドームでホームランを打っているバッターの渡辺に対します伊藤です。ランナー動きません。4番ですけれども
カウントによってはバントということも考えてもいいですか。もう3点差ですから、はい、そのまず 2,3 塁に送るというね、そういうその手堅い作戦もあるのかもしれませんけども、その愛工大名電側としましたらね、ここはこうすごいチャンスになってますのでね、イケイケどんどんというその形のその攻撃というのも見られるかもわかりませんね。2塁牽制セーフです。決勝だからというわけでもないんですが、こうワンプレーの重さというのはあるでしょうから、そのあたりベンチがどう考えるかですね。それもね、そのベンチワークと言いましょうかね、その勇気って言うんでしょうかね、そういうところもこうベンチの難しさですよね。ランナーサード来てきた、三塁タイミングアウトだ、タッチアウト。ワンアウトランナー二塁、ここはランナー走らせてきました。この判断はどうでしょうか。中継で中継 の, そのバッテリーが、ね、2年生で若いということも、ね、こう倉野監督を視野に入れながら、あ、こう充当させたのかも分かりませんけども、まあ、それにしてもその中継で中継 の, その田中君が、ね、落ち着いて三塁の矢沢君に送球をしました。ストライクを掘りましたのでね、そういう意味ではその中継で中継としましたら、あ、まあ、アウトを1つ取れたということでね、よかったんじゃないかなというふうに思います。2エンド1です。2年生エースと2年生キャッチャー、バッテリーともに2年生ですが、1つアウト、この2人の連携で阻止しました。前に落とします。今のもホームベースの手前ですからバウンドとしては難しいんですが、よく抑えました。試合中盤に入って4回の表、詰まりました。サードよく取った、しっかり二塁ランナー牽制して一塁アウト。このサードも2年生の矢沢です。強い当たりで、しかもショートバウンド難しいところでしたが、矢沢もうまく処理しました。ショート古川君、今のも本当にそのいい当たりだし、はい、だったんですけどね、そのサードのその矢沢君がこう思い切ってこうダッシュをしていくという、はい、その強い当たりに対してその自分がね、こう積極的にそのボールに対してこう攻めていくっていうのはね、はい、その守りのその中でのその攻撃っていうんでしょうかね、はい、すごいその強い気持ちっていうのは、その中京大中京の矢沢君も2年生にながらね、気持ちのいいプレーでしたね。強いからこそ前に出てしっかり処理するわけですね。もうそのボールに自分自身のその気持ちも込めて、なんていうんでしょうか、身を挺しながらこう取りに行くんだというね、そういうその姿勢っていうんでしょうかね、これはまあ日頃のそういう練習をしてないとね、なかなかできないんですけども、中京大中京のその守備陣っていうのはこう鍛えられてるんですっていうね、そういうそのプレーの質だったというふうに思います。4番の古川、カウントワンツーです。愛工大名電からしますと、この回0点では終わりたくない流れになってきました。愛工大名電3対1、バッターランナー二塁へ。嫌な流れの中を救いました、5番のショートの古川のタイムリーです。これもちょっと体勢崩れてるんですが、ね、まあ、低めの、ね、ボールなんですけども、やはりその体勢をこう崩れてもね、こう芯で当たるようなね、そういうそのバッティングっていうのはやはり、まあ、再三言うんですけども、その日頃なんていうんでしょうか、こうボールを使わない中でのね、はい、その基礎トレーニングをこうしっかりこうできているもんですからね、ああいうその体勢を崩されてもこうしっかりこうミートができる、そういうその練習の積み重ねがね、この場面でいきましたね。6番のライトの高井です。下半身の筋力が発達している、安定しているからこそできるわけですか。そうなんです。もうその特に冬場のね、ボールを持たないこの練習をいかにその気持ちを込めてしっかりやってるかというところが、こういう場面にね、出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。追い込みました。この回は積極的にランナーを走らせてきています。そこをアウトを取られはしましたが、5番の古川のタイムリーで1点返しました。ショートランナーと重なった、しっかり
取っています。ナンバー好プレイ、スリーアウト、ランナー二塁に残塁。愛工大名電この回は1点、ツーアウトランナー二塁からの古川のタイムリーでした。体勢崩されていました。その前に盗塁失敗もあったんですが、その攻撃のミスを補って、あまりある今の古川のタイムリーでした。3対1、点差2点となっています。さあリードが2点と変わったこちら中京大中京、ウエンドは右バッターです。スターティングメンバーで起用されるケースもありました。春の県大会エースとして投げた大森がベンチに控えます。細川、堂林という2人もピッチャー。竹内、登板機会ありませんが期待のサウスポーです。海老沢、柴田、水野、河合、小川、20番の隙柄は守りのいい選手、終盤守備を強化するときに使われるケースもあります。お客様に送る、こちらが中京大中京の大藤監督です。中京高校、現在の中京大中京の選手として甲子園に出場経験もあります。その後中京大学に進みまして、平成2年の夏からこの中京大中京の指導をしています。平成16年に夏の甲子園に出た時にはベスト8、春夏合わせて4回チームを甲子園に導いている大藤監督です。さあピッチャーが愛工大名電高須に変わっています。2年生の背番号11番高須にピッチャーが変わった愛工大名電です。3回で細江を変えてきました。1点1点小刻みにね、点をこう取られていくということで、はい、その思い切ったね、高須君の投入だと思うんですけどね。ラストバッターのピッチャー伊藤から始まっている中京大中京です。ただ高須は今大会なかなかこう安定したピッチングができません。ストレートのフォアボール、ノーアウトランナー一塁、4イニングあるうちの3イニングノーアウトのランナーを出塁させている中京大中京です。番高須は去年の夏の大会、大会の終盤からリリーフエースのような形でマウンドに上がっていました。今大会もリリーフでの登板が多いんですが、1番のナンバー送りバントです。おっとショートバウンド、ワンアウトランナー二塁、またスコアリングポジションにランナーを進めました中京大中京です。坂本さん、はい、愛工大名電とすればこの高須、非常に大きな期待を持って倉野監督も送り出しているはずなんですが、ね、今大会のピッチングどうご覧になってますか。昨年からこう投げてるピッチャーなんですけどもね、はい、その球自体 その威力というのはね、愛工大名電の中でもこう一番のこう力があるボールを投げるピッチャーだと思うんですよね。140キロぐらい投げますからね、140キロを若干こう超える時もあるというふうに聞いておりますけども、そのそれでどん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 ね、こう押すのがこう高須君のこう持ち味だと思うんですよね、はい、そういう意味ではそのちょっと制球がちょっと定まっておりませんけども、その真ん中めがけてね、キャッチャーの森君のミットをめがけて、どん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 こう強い球をこう投げていくと。サードライナーです。二塁はセーフです。ツーアウト二塁です。今のもね、バッターこう差し込まれてますよね、はい、やはりその重いボールをね、こう低めにこう集めればね、中京大中京 その各打者をね、こううまくこう打ち取ることがね、できると思うんですよね。ベンチとしてはこう力で抑えにかかってるこの起用ということになるんでしょうか。中京大中京のその何て言うんでしょうか、こうコンパクトなそのミートをこう取られたそのバッティングに対してね、球のこの威力でこう抑えていこうというようなその思いでね、高須君をこう投入したと思うんですけど、花山に対して2球目はいいコースでした。3番の金山、4番の伊藤、この辺りが今日も鍵になりそうな中京大中京の打線です。いいボールです。2エンド1、左バッターの膝元、そのボール2球で追い込んでいます。ファウル、
ファウルになりましたが、あのぐらい低い変化球を見せておくとストレートが効いてきますよね。もう今のようなね、なんでしょうか、こう変化球がね、はい、ストレートのその球速の差というんでしょうかね、そういうものをこう時折こう今の変化球を織り交ぜながら、そのピッチングを組み立てますとね、本来のそのタコス君のね、ピッチングができていくというふうに思いますね。ただしキャッチャーなどは今のちょっと気になる部分があるんでしょうか。いやもうここはツーワンということで追い込んでランナーがセカンドにいますのでね、はい、まあ気を抜くなよと、はい、こういうことをこう、まあ、森君はね、前例でこう伝えたと思うんですけど、確認作業ということでしょうか。そう思います。ツーエンドワン、ストレート詰まりました。ファウルです。中軸3番ですが、かなり詰まりましたね。もう本当にそのボール自体にこう力がありますから、はいはい、センターへ伸びはない。柴田陽介掴んで3アウト。このイニング初めて中京大中京得点を挙げることはできませんでした。3対1、中京大中京が2点をリードしています。高須に対して倉野監督が声をかけています。愛工大名電のベンチのメンバーをご覧いただいています。先発した細江、その後背番号10をつけた柴田翔吾ピッチャー、森本もピッチャー、桑畑もピッチャーです。桑畑は今大会まだ登板の機会はありません。浦野と伊藤がキャッチャー、石川寺堀内野手、林も内野手、佐伯と本田外野手です。平成9年から愛工大名電の監督を務める倉野光雄監督です。コーチも16年務めまして、その時の教え子にはあの一郎がいますし、ドラゴンズで将来を期待されている土の上兄弟もこの倉野監督の下で野球をしてきました。まあ、倉野監督、試合前に聞きますと伝統の力ということを考え出すと、もう圧倒的に向こうが上なんだけれども、うちも最近もなかなかやりますからねというような、ね、言い方をしていましたけれども。そうですね、こう2年連続で甲子園、夏の甲子園に出場しているという、そういうの、はい、なんていうんでしょうかね、自信というんでしょうか、そういうものもこう、ね、倉野監督もその自信になっているんでしょうかね。ここ何年間でその夏を勝ち抜く方法みたいなものも、ね、よくご存知でしょうし、夏の怖さもよくご存知の監督ですよね。ただ両監督ともね、はい、甲子園の選抜大会で、はい、決勝戦をこう経験しているというね、はい、そういうその大きな舞台でね、采配を振る、そういう経験を持っているその監督さん同士ですのでね、この試合もね、愛知県のこの決勝戦というそのこの舞台ではね、その采配のその何て言うんですか、試合っていうんですか、相手 その監督のですね、こう性格もよくこう知り抜いている間柄だと思いますのでね。7番の柴田陽介をうっとバントの構えから打っていきました。それもその探り合いというんでしょうかね、そういうものをずっとね、このゲームの中で見てみたいなというふうに思います。サード矢沢弾いている。バッターランナー二塁へ向かう。ノーアウトランナー二塁、2点を追いかける愛工大名電、5回の表。この回もチャンスを作りました。打ち取った当たりでしたが、ノーアウトランナー二塁。記録はヒットです。まあ、サードとしても難しいところでした。いやもう今 そのプレーは、ね、矢沢君とすればもう精一杯だと思いますね。待ってもセーフだと思いますし、あの打球に対してはその今のように、ね、思い切ったこうダッシュをした突っ込んで、そして、ファーストに送球するしかない場面ですから、そういう意味ではその積極的なこう、ねプレーがたまたまお偉いになった場面ですので、これはもう致し方ないですね。記録はヒットでしたね。ツーベースヒットでした。さあ森です。バントの構え。少
少しずつですが名電が流れをつかみ始めているでしょうか。ね、4回 の中京大中京の攻撃をこう、はい、ゼロで抑えておりますの で、でこの流れが、ね、その愛工大名電側にこう非常にこう寄っているような、ね、そんな感じがしますね。バント確実にサードに取らせます。ワンアウトランナー三塁。序盤は中京大中京が確実に攻めて点を掴んでいきました。その後は愛工大名電が手堅い攻めも見せ始めた。中京大中京にも少しミスが出てきています。あ、そして高須に変えますか。ピッチャー高須という場面ですが、お、代打使います。背番号20をつけた1年生の本田です。高須くんに代わりまして代打本田くん。バッターは先ほど高騰した高須に変えて本田を送ってきました。本田はこの大会打席に入るのこれ初めてです。1年生です。内野バックホーム体制、スクイズの構えだけ。坂本さん、これはどう見たらいいんでしょうか。ここでね、こうとかこう1点をこう入れてね、はい、その高騰してたその高須君を変えてまでもね、こう一年生の本田君を送り込むっていうのはやっぱその1点をここでどうしても取るんだというその執念っていうんでしょうかね、はい、スクイズの構えだけ。それのその当たりましたか。当たっています。デッドボール。ワンアウトランナー1塁3塁です。坂本さん、すみませんでした。倉野監督のこの1点のこの重みっていうんでしょうかね、はい、こうどうしてもこの回1点が欲しいというその執念っていうんでしょうかね、それがその思い切ったこう選手起用につながってるんじゃないかなというふうに思いますね。先ほどベンチワークというところも楽しみだという話がありましたが、はい、もう思い切ったね、こう、はい、選手起用だと思いますね。まあ、それだけピッチャーを変える人材もいるということにはなるんですが、これで次の回は3人目のピッチャーを使うことになります。打順1番に帰って松本、一塁牽制です。ワンアウト1塁3塁で左バッターです。柴田翔吾が投球練習をしています。準決勝好投の柴田に先ほどまでマウンドにいた高須が声をかけています。スクイズは構えだけ。ワンアウトです。一塁三塁です。スクイズもできる場面ですし、ランナーのスタートも考えられる場面ですし、いろいろなことができる状況になりました。内野はダブルプレーを取る体制です。この2球は構えだけ。ただし坂本さん、いわゆるセーフティースクイズということもできる場面ですね。ね、そう思います。ただ尾藤スクイズでね、はい、一塁ランナーをこうセカンドに送るっていうようなね、そういうその攻撃もそうね、この大会期間中を再三見せておりますので、今のようにね、はい、伊藤君としましたらこう一塁ランナーをこう牽制をしながらその相手のその攻撃をね、まあ見極めるというかね。判断するということが、ね、大事だと思いますね。ランナー一塁をスタートさせて打ってきました。2エンドワンです。今のはこれ一塁ランナーとのヒットエンドワンという形なんでしょうか。まあ、積極的に、ね、こう打っていったんだと思いますけども、はい、その狙い球を絞ってね、来たと思ってこう、まあ、バッターは振ったと思うんですけども、この辺はそのじっくりと、ね、愛工大名電側としましたらこう攻めるということが私は大事だと思うんですけど、また牽制です。徐々に流れを愛工大名電に、まあ、引っ張られている形になっている中盤の中京大中京です。また一塁ランナースタート。これですから一塁ランナーがスタートしてますので、内野ゴロだとダブルプレーが取りづらい。そうですね、まあ、ツーワンということでこう追い込まれておりますので、はい、どうしてもそのバッターストライクが来たら、打たなきゃいけませんのでね、はい、
これ投球がボールだと今度は二塁に盗塁の形になりますので三塁ランナー突っ込んでくるということも考えられます、そういうそのケースもね中京大中京としましたらこう頭の中にこう入れなきゃいけませんけども、ランナーまたスタート打っていったタイムリーになります。三塁ランナー帰ってくる、そして一塁ランナースタートを切って三塁へ、3対2、1点差、なおもワンアウトランナー一塁三塁。何かこう攻撃の歯車がスピードを上げて回り始めたような愛工大名電です。再三ランナーをスタートさせて、そしてバッテリーも警戒はしていましたが、今のもね、もうそのコース的にはそのちょっと甘いボールがね、来ましたけども、そのボールをこう見逃さないその愛工大名電 の松本君集中力っていうんでしょうかね、これも立派だったと思いますね。今度は同点のチャンスです。愛工大名電伊藤投手の状態としてはこのあたりどうなんでしょうか。ちょっとこうランナーをこう逆にその気にしすぎてね、バッターに対するその集中力がちょっとこう欠けてたのかもわかりませんね。そのあたり難しいですね。どちらもランナーもバッターも気にしないといけないですからね、はい、あ、そして一塁ランナーを変えます。愛工大名電2年生の才木を代走で起用します。松本に変えて才木というケースは試合の終盤ではよく見られるんですが、この5回の表に代走才木、いや本当に積極的ですね。なんていうんでしょうか、こうレギュラーをね、こうスタメンをこう外しながらね、こう起用するというその選手の起用の方法というんでしょうか、はい、これもこう愛工大名電側としましたらね、もう総力戦だということで、もうチャンスならばもうどんどんそのそれぞれに役割をこうしっかりとこう与えてね、はい、向かっていこうというようなそのベンチワークというんでしょうかね。スクイズの構えだけ、一塁ランナースタート、投げません。ワンアウト二塁三塁、これで一打逆転の形を作りました。さあ内野は前に出てきます。バックホーム体制です。この場面で坂本さん、スクイズというのはどうでしょうか。いやもう十二分に考えられると思いますね。石黒、この後脇山ともにバントの練習はしっかりと積んできた選手たちです。打っていった、ファウルです。伊藤のボールの力自体はどうですか。ちょっとね、こうなんていうんでしょうか、いやそのランナーにこう、気を取られるっていうかね、その愛工大名電のその各打者がこう結構こうミートを心がけてきてますのでね、はい、その気持ち的にちょっとこう負けてるようなその感じがね、ここから見てしますね。変化球よくついていきます。追い込んでいますので、こうボール気味の変化球が投げられると有効にも見えるんですが、ストライクからボールになるね、ボールがこの場面ではこう投げたいんですけども、はい、やはりそのランナーがこう三塁にいますのでね、そのワイルドピッチになるっていうそういうその可能性もありますので、田中君はねそういうボールが来た時にはもう身を挺して取るということがね、大事ですね。高め、いやこれバッターも力入ってそうですね。ただまあこの場面はその大きなやつはいりませんのでね、愛工大名電としましたらそのコスコスと次につなぐね、はい、コンパクトなそのバッティングというのがね、この場面では一番大事な場面だと思います。ファール続いています。キャプテンの石黒、変化球浅いライトへのフライ、届くか、ファールです。風が今センターからホーム方向です。風が吹かない状態もありますし、ライトからレフト方向、今はいわゆるバッターからすると逆風です。先ほど中京大中京のホームランの時は、ほとんど風がなかったんですけどね、ご覧の風になっています。風向きが細かく変わっている岡崎市民球場。ファウルはこれで4球連続です。
球連続です。粘っています石黒です。振らせた、三振。三塁ランナーを見てから一塁へ投げます。キャッチャー田中2年生落ち着いています。ツーアウトランナー二塁三塁。坂本さん、今のは慌てて投げると三塁ランナー突っ込んでくるというケースですからね。そうですね、うまくこう三塁ランナーを牽制をしながらキャッチャーの田中君がね、いいボールをこうファーストに送球しました。あ、ここで一人選手が出てきまして、また選手を変えるんでしょうか。いや、今のはプレーの確認です。キャプテンの石黒が何かプレーの確認を行いました。3番に起用された脇山がツーアウト二塁三塁という場面で打席に入ります。2番から3番に今日打順を変えている脇山、足も速い選手。ノーツー、この後の4番は力のある2年生の渡辺です。ライトへ、ちょっと浅かった、ライト抜かれた。三塁ランナーホームイン、得点。そして二塁ランナーも帰ってきます。愛工大名電逆転、バッターランナー三塁へ。今日3番に起用された脇山の逆転の2点タイムリースリーベース。一気に試合をひっくり返しました。5回の表、愛工大名電です。外を狙ったボール中に来ました、まあ、高めの、ね、左バッターのインコースのボールでしたけども、はい、そのボールをこう、なんですか、振り負けずにね、その脇山君も、ね、こうよく、ね、逆をついてライトオーバーになりましたね、はい、そしてまたその走塁もね、中長く三塁に向かうね、はい、見事ですね。さあ4番のサードの渡辺です。中京大中京からしますとまだ1点差ですね、うん、そうですね、まあ、ここはね、なんとかこう落ち着いてこうバッターをこう打ち取るということですね。ライトへ、落ちるか、落ちる。三塁ランナー帰ってきます。5点目、5対3、愛工大名電この回4点、差を2点と広げました。今のバッティングいかがですか。右方向にね、コースにこう逆らわずに、はい、渡辺君がうまくこうつけてね、打ちました。さあ、中京大中京は1年生の背番号13番堂林が今ブルペンに向かっています。先ほど11番の細川も投球練習をしてきました。中京大中京もそろそろこう継投のタイミングということになってきましたね、まあ逆転をされましたのでね、はい、5番のショート古川です。愛工大名電は積極的に選手を変えてどんどん仕掛けて流れをつかみ始めました。中京大中京は序盤チャンスつかみましたが中盤やや押されています。一塁ランナースタート、ここも動かしてきます。いや、本当に坂本さん、ランナー出ると必ずと言っていいほど何かやってきますね。もういろんなその積極的なその攻撃ですね、はい、その単独スチール、ヒットエンドラン、いろんなその多彩な攻撃を、ね、倉野監督がこう仕掛けてきますのでね、守っているその中京大中京としましたら、まずその1つアウトを取るというね。ダイレクトです。3アウト。ランナー1人残塁。しかし、この5回の表、愛工大名電4点取りました。
5対3、愛工大名電逆転しています。ではその場面 VTR でご覧いただきましょう。ワンアウト一塁三塁から1番松本、甘くなったボールを逃しませんでした。これで1点差。そして脇山の2点タイムリー、ライトオーバーのスリーベース、これで逆転。なおもツーアウトランナー三塁から4番の渡辺、5対3、愛工大名電2点リードと決勝は変わっています。坂本さんのお話の中で伊藤投手をですね、はい、アウトになってもしっかり捉えている、ですから捉える可能性は十分にあるという話があったんですが、この5回にそれが結果となって形に現れましたね。愛工大名電のその倉野監督のその選手の起用の仕方なんですね、はい、その柴田君がツーベースでノーアウトランナーに出てですね、出てその次の森君がバントで送ったんでしょうかね、そしてそのデッドボールというようなことで、その高須君が、ね、1イニング4回 の, その裏の中京大中京の攻撃をこうゼロにこう抑えながらね、はい、その高須君をこう変えてね、はい、1年生の本田君をまた送り込ん で,、でデッドボールでランナーに出たらまたこの走者斉君をこう送り込むようなね、はい、そういうそのなんて言うんでしょうか、それぞれの役割をこうしっかりとこう選手に与えてね、結果を出させるというね、はい、愛工大名電 の, その倉野監督 の, その采配の素晴らしさというんでしょうかね、これがまあ構想しましたね。この細江から始まって高須、この選手です。そして今マウンドに上がったのは3人目です、柴田翔吾背番号10番。交代する形だけ見てますと何か8回か9回ではないかというぐらいにどん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 変えてきました、もう愛工大名電としましたらこのマウンドに上がっているこう柴田君にね、はい、ある程度こうもう前に任せたぞというようなその試合展開なんでしょうね。柴田はおとといの準決勝3回と3分の1を投げています。ヒット3本失点0という3年生のサウスポー。さあ4番の伊藤隼太からです。ボール3、のフォアボール、ノーアウトランナー一塁。5回の裏、この試合初めて追いかける形になった中京大中京、ノーアウトランナーは一塁です。5番サード矢沢君。さあ差が2点、ノーアウト一塁で5番、中京大中京の攻撃はどう考えればいいでしょうか。なんとかこう2点差ですから、はい、試合のこう中盤に来ていますので、流れをまずこっちにこう引き寄せる、中京大中京に引き寄せるということを考えるのであれば、しっかりとこうランナーをこうセカンドに送って、その後そのホームランを打っている辻君ですね、はい、当たっておりますのでその一打にかけるというようなその手堅い作戦というんでしょうかね。初回と2回の得点はそのような形、ノーアウトのランナーをバントで送っています。バント、手堅くしっかりと送ってきました。ワンアウトランナー二塁、スコアリングポジションにランナーを置いた中京大中京です。各バッターこのバントは非常によく鍛えられてますね。いやもう、しっかりと球の勢いとコースとね、はい、いいところに決めてますね。そしてレフトスタンドにホームランを放っている都筑を迎える5回の裏の中京大中京です。風はライトからレフトへ、レフト下がります。センターも深い守備位置です。レフトへ上がった、高く上がってポール際どうか、また入った、2打席連続、鈴木同点ツーランホームラン。
した長打で同点に追いつきました。中京大中京、いや坂本さんちょっと上がりすぎかと思ったんですが、まあね、打ったその中君がね、そのカーブをこうよくこう溜めてね、振り抜きましたね。ボール際切れませんでしたね。まあ、たまたまね、まあ、今ちょっと風吹いてますけど、先ほどその無風状態だったんですね、ですから、まあ、打ったね鈴木君もね、こう2打席連続ということで、そのチャンスにね、強い、精神的にもね、強くなんでしょうね。背番号5番ですが、守りはファースト。中京大中京は2年生の矢沢という選手がですね、はい、サードで成長してきて、本来サードだった鈴木がまあファーストにポジションを移した。いや2年生が頑張ってますけども、なんとか僕も試合に出たいという話を準々決勝の時にしていたんですが、素晴らしい活躍です。さあ7番キャプテン福富、積極的にこう選手を変えて仕掛けてきた愛工大名電ですが、中京大中京長打で追いつきました。これでゲームの流れとしては坂本さんどう見ればいいですか。まだね、5回ですから、ここで5対5という、ね、形になりましたので、そのこれからはね、チャンスをこうまず確実にこう1点ずつを取りに行くという、そういうその緻密な行くというかね、確実性のあるその攻撃が、まあ、攻撃側は大事だと思います。また、はい、守っている方としましたらね、一つのそのエラーというんでしょうかね、フォアボールエラー、そういうそのミスをね、はい、しないということですね。そういうそのミスをすることによって、流れがね、相手側のそのチームにこう移ってしまうというのがね、この大きなその決勝戦の舞台ではよくあることなんですよね。2エンド2です。この回からマウンドに上がって同点ツーランを打たれている柴田翔吾。2-3当てただけ、飛んだコースがいい、一塁際どい、一塁セーフ、ワンアウトランナー一塁、記録内野安打。坂本さん、同点ツーランを浴びた柴田投手の精神状態はどう見ればいいですか。まあ、フォアボールでね、はい、先頭バッターの伊藤君をこう出してしまったところが、からこう始まっているわけなんですけども、はい、このやっぱりそのホームランを打たれたショックっていうんでしょうかね、というところはまあやや残ってるのかなというふうにはまあ見受けられるんですけども、まあ、それにしてもまだ同点ですからね。そうですね、愛工大名電としましたら、そのピッチャーの柴田君ですね、はい、ここはその仲間を信じながらね、バントの構え、バントしてきた、ショーフライ、どうか、落ちている。あ、これはインフィールドで落ちていますので、んファールです。失礼、ファールという判定です。今は一塁線際どいところでしたが、判定はファウル。リプレイでご覧いただきましょう。いやー、ラインのギリギリのところでしたが、球審の山田さんはファウルの判定です。中京大中京からすると助かりましたね。そうですね、まあ、ここはワンアウトからもね、はい、ランナーをこうセカンドに送ろうというね、そういうその手堅いっていうんでしょうか、緻密な行くっていうんでしょうかね。サードかなり前にいます。サードもうホームとサードの中間近くまで出てきています。見ます、ワインエンドワンです。これですから守りもかなり積極的に愛工大名電来てますね。もうその今のその場面ではね、はい、バントというふうに決めつけて、守備側もね、はい、思い切ったその作戦というかね、もうその徹底をしますよね。プレート外します。
チャーはややコントロールに苦しんでいる中でのこのバントの構えです。サードまた出てきた、ピッチャー前だ、二塁どうか、投げる、二塁アウト、一塁は一塁もアウト、ダブルプレイ、同点にされましたがその後はしのぎました。5対5同点。愛知大会の決勝、夏の甲子園をかけた戦いは中盤5回まで終わって5対5の同点。愛工大名電が積極的に仕掛けて、そして中京大中京は長打、力で対抗するという決勝戦になってきました。それではここまでをハイライトで振り返ってご覧いただきます。先手を取ったのは中京大中京、1回の裏ワンアウト1塁3塁から4番の伊藤隼太、先制のタイムリーが4番のバットから生まれました。まず1点。2回の裏ワンアウト2塁から1番難波、甘く入ってきたボールを逃しませんでした。2点目、クロスプレーでしたがホームにランナー生還しています。3回の裏はワンアウトランナーなしから6番鈴木、見事な当たりでした。レフトスタンド中段まで運ぶソロホームラン、3対0、序盤は中京大中京がリードします。4回の表の愛工大名電、ツーアウト二塁から古川、レフトが弾く間にランナーホームイン、さらに5回の表ワンアウトランナー一塁三塁から1番松本、ランナーを再三スタートさせてタイムリーを呼び込みました。さらにツーアウト二塁三塁から2番の脇山、2点タイムリースリーベース、まあ、とにかく積極的にランナーを動かして動かしてチャンスを作ってきました。さらに3番の渡辺ライトへ、5対3、この5回の表一気に試合をひっくり返します。しかし中京大中京5回の裏ワンアウト二塁から鈴木の2打席連続の同点ホームラン、5対5の同点。追いついて場内整備に入っている岡崎市民球場です。勝てば夏の甲子園です。愛工大名電と中京大中京が対戦している愛知大会の決勝戦。この放送の解説は1年生のエースとして昭和52年夏の甲子園東邦高校準優勝を経験した坂本義和さんでお伝えしています。いやー坂本さん、しかしすごい試合になってきましたね。そうですね、愛知県をこう代表するその強豪校、はい、そしてその甲子園をこうかけたねこの大事な一戦で、両校のその執念といいましょうかね、その集中力といいましょうかね、はい、がっぷり四つのね、いい好ゲームですね。点数は5対5なんですが、これからに向けてですね、はい、今どちらが有利というのはあるでしょうか。いやもうこういうそのね5回終わった時点で5対5ということですから、はい、なんとかその、まあ、6回からのその攻撃でね、そのチャンスをこう確実にそのものにするねその集中力がね、両校ともこうできてますのでね、はい、数少ないチャンスをこういかにこうものにするかと、はい、というところがこう、まあ、見どころだと思いますし、またその守っている方もね、はい、その先ほど申し上げましたようにその一つ の, そのフォアボール、エラーがね、大きくその試合の行方をね決めてしまうことがねこの決勝戦は特にありますので、はい、そういうその細かいミスをね、いかにこう防ぐかと、たとしてもねしたとしてもね、その次のところでどうやってこう食い止めるかというようなね、はい、そういうその粘りっていうんでしょうかね、攻撃側も守り側もこう集中力とこの粘りというねそういうその、まあ、プレーをね、この後半は見てみたいなというふうに思いますね。愛工大名電からしますと先ほどツーランで同点に追いつかれましたけれども、はい、その後は積極的なバントシフトでですね、ダブルプレーに取った、そうですよね、つまり追いつかれたけれどもその後抑えましたよね、しっかりとその防御をしてね、その後のその攻撃をうまくこう断ち切っておりますので、はい、6回表のその攻撃はね、楽しみですね。そして中京大中京はこの回からピッチャーを変えます。2年生の伊藤からこの2年生の細川に変えてきました。大藤監督は伊藤はどんどんと流れに乗っ
って先発から投げるタイプ、いけるところまで行ってあとは精神的に強い細川につなぎたいという話をしていました。それから今大会2試合好投している1年生の堂林という投手も残している中京大中京です。細川のご覧の成績を見ていただいて4試合で11イニング失点2だけです。坂本さん、それと愛工大名電はですね、はい、積極的にピッチャーを変えてきた、まあ、まだ夏の大会登板しているピッチャーでいきますと森本という右のピッチャーをベンチに残してはいるんですが、はい、いわゆる勝っている時にですね主に使うピッチャーはこれ使い切っている形になりますね。もう愛工大名電側としましたら今のその柴田君がね、まあ、行けるところまで行って、また経験のある森本君、そしてその桑畑君ですか、というそのピッチャーもまだ残っておりますのでね、なんとかこうその場その場をね、しっかりとこうアウトを取りながら、中京大中京 の攻撃をこう防いでいくというそういうその、まあ、体制を引いておりますね。一方、まあ、中京大中京は伊藤から細川、まだ堂林というピッチャーも、まあ、残した形でこの細川につないできました。まあここから登板してくるそのピッチャーというのはね、はい、その大事なこの決勝戦で、そしてその5対5の同点の中で、はい、一つのそのフォアボールもね、許されない中でのこのリリーフになりますから、はい、そういう意味ではその自分自身にこう課せられるそのプレッシャーっていうんでしょうかね、いうところもその大きなこう、まあ、重圧になると思うんですよね。決勝のプレッシャーはやはり違うものですか。まあ先発をするのとね、その決勝戦でこう5対5の同点の場面で、はい、中盤以降こうリリーフに上がっているそのピッチャーのその心理状態からいきますとね、その一つのミスもこう許されない局面でのその登板という形になりますから、はい、その先発ピッチャーよりもこういうその後から出てくるそのリリーフピッチャーのですね、精神的なその重圧っていうんでしょうかね、これはね大きいものがあるんですよね。6番の高い初球打ち、いい当たりだ、センターいい当たりだ、フェンスダイレクト、バッターランナー二塁へ、ノーアウトランナー二塁。変わった細川の初球を逃しませんでした高い。中盤試合がイニングごとにどん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 動いてきます。6回の表愛工大名電勝ち越しのチャンス。甘いボールでしたが、あわやホームランかという当たりでした。まあ、見逃せばねボールなんのかもしれませんけども、その積極的なその打法というんでしょうか、はい、その愛工大名電のその振りの鋭さですね、これはもう本当に見事ですね。センターまで126メートル岡崎市民球場ありますが、そのフェンスダイレクトです。7番の柴田陽介、この中京大中京の細川投手からしますと今がまさにこれ立ち上がりなわけですね。そうですね、まあ、ランナーをこうセカンドにこう背負ってますけどね、愛工大名電のその多彩な攻撃がねまたここで仕掛けてくるということをこう考えますとね、はい、バントの構え、そのピッチャーのその深くもね、そのまあ野手をこう信頼しながらね、打つ取るようなね、そういうその投球に心がけてほしいなというふうに思いますし、またそのセカンドランナーをこう牽制をしながらというね、自分の間っていうその形の中で投球をしてほしいなというふうに思いますね。バントしてきた、ちょっと強い、サードが前出ていました。一塁アウトか、一塁アウトです。ベースを踏んでいない状態でボールを掴んだセカンド渡辺ですが落ち着いていました。送る形になってワンアウトランナー三塁、下位打線です。8番キャッチャー森、森君。愛工大名電今日はランナー三塁に置いた場面では打ってきています。意外と今大会はこう普通のスクイズというのはあまりないんですね。いや、まあこの場面はねまず1点こうリードしたいということから考えますとね、はい、構えだけ、ただセーフティースクイズとかね、はい、そういういろんなその戦法がねこの場面では考えられるんですよね。ですからその中継で中継としましたら、まあ、今中間守備ですかね、はい、今度は少し前ですかね。そうですよね。愛工大名電としましたらこうじっくりとこう攻撃をするというね、その相手守備側にいろんなことをこう考えさせるようなそういうその作戦というんでしょうかね。ワンエンドワン引っ掛けた、ファウルです。早めに追い込みました。
バッテリーとしてはこう早めに追い込むというのはいいことですね。もう、はい、自分のその、なんていうんでしょうか、精神状態もね、これで2-1ということになりましたから、まだまだそのボールをこう投げることができるわけですよね。ですからそのスクイズを警戒して外すとかですね、そのストライクからボールになる球を振らせるとかね、そういうそのいろんなそのなんていうんでしょうか、投球のパターン幅がね、まだまだできるカウントですから、中京大中京のピッチャーの細川君とすればこれでいいかなというふうに思います。1球外しましたから次が勝負球になります。スライダー振らせた、三振、2アウトランナー3塁。最後はボールゾーンに落ちていく、いいボール使いました。バッターからしますとこう一番手を出してしまうところでしょうか。あの辺 の, その、まあ、ボールのそのキレがね、いいだけに、普段であればこう見逃すボールもね、はい、ついついこうランナーがサードにいることも含めてね、手が出てしまうんですね。内野下がります。ラストバッター柴田翔吾、シュート回転して中に入ってきました。この細川はもともとちょっとシュート気味にボールが飛んでいきます。左バッターのインコースを狙った球がややこう真ん中に曲がってくるタイプのボールを投げる細川です。中へ入ってきた、ファーストです。スリーアウト、ノーアウト二塁をしのぎました。中京大中京6回の表、愛工大名電は無得点です。5対5同点、決勝戦。笑顔もこぼれました細川ですが、大藤監督の声を聞いて表情が引き締まりました。緊張感は当然あるでしょうし、坂本さんもプレッシャーがあるはずだという話でしたが、このイニング振り返っていかがですか。そうですね、いきなり高井君にその素晴らしい当たり の, そのセンターオーバーの、ね、はい、当たりをこう打たれて、ノーアウトランナー二塁になったんですけども、はい、救援をしたその細川君もね、はい、その後よく落ち着いてね、守り切りましたね。スタンド先ほどもご覧いただきましたが、ぎっしり埋まっています。よく入りました岡崎市民球場。中京大中京3年ぶり25回目の夏の甲子園を目指します。去年の秋の県大会、今年春の県大会ともに優勝。この夏も優勝して、秋春夏と優勝しますと、実はこれは29年ぶりという愛知では大きな記録になります。過去甲子園で春優勝4回、夏優勝6回、全国最多10回の甲子園制覇がある中京大中京。ただ去年おととしとこの夏の大会は4回戦で敗れました。まあ、大藤監督もなんとか今年こそという思いはあるという話をしていましたが、その期待が何かこうスタンドに表れているような岡崎市民球場です。細川君、ラストバッターピッチャーの細川からです。変わったばかりの大きなピンチを切り抜けた、まずその細川からの6回裏の中京大中京です。ワンツー、こちら大藤俊之監督。三塁線ファウル、ツースリー。坂本さんから、まあ、フォアボールエラーなどは怖いという話がありましたので、はい、次は大事な一球になりそうですね。もうこれがね、本当にピッチャーの柴田君としましたらね、なんとかストライクを。ストライク見逃し三振、いいボールです。
この1球の判定ストライクボールの違いというのはかなり大きい、まずね、ピッチャーとのどのイニングもね、はい、そのまず先頭バッターをこう絶対アウトに取りたいというね、そういう気持ちでもうマウンドに行くんですよね、はい、そういう意味でその三振というのはね、が取れたということは、その自分のその心の余裕というんでしょうかね、そういうものがこうできますのでね、自分のそのピッチングがこうしやすい場面になりますね。1番のショート難波です。ただ気をつけておかなきゃいけないのはその、はい、安心をしすぎるということはね、よくないことですのでね。今日はデッドボール、センター前ヒット、そして送りバント。そのあたりの気持ちのコントロールというのも非常にピッチャー難しいんでしょうね。ただまあその辺はね、両校はいろんなその経験をこう、セーフティーバントしてきました、ピッチャー逆疲れた、レッドファーストベースカバーはちょっと遅れているが一塁アウト、ツーアウトランナーありません。いや、しかしこの難波も足速いですね。いいところに転がったんですけども、愛工大名電の方のその守備もね、はい、こう慌てないで、抜かれたかなと思いましたけども、よくね、脇山君がこうバックアップでね、ファーストベースに入ってましたね。2番の渡辺も俊足です。先ほどお話途中になりましたが、やはり気持ちの安定感は練習から生まれるわけですか。もう両監督がね、その辺はそのいろんな選手のね、その指導をこうしてる、来てる中でね、はい、その生徒子供に合ったね、そのなんていうんでしょうか、こう指導っていうんでしょうかね、正確な足の指導なんかもこうしっかりとこうできてるはずですのでね。三振で3アウトです。6回の裏、中京大中京3人で攻撃が終わりました。3人で攻撃が終わったイニングはこれが初めてです。中京大中京です。柴田投手のボールがこの回は非常に切れてましたね。もうストライク先行しながら、彼本来のそのピッチングがね、この回はできましたね。愛工大名電3年連続9回目の夏を目指していますが、平成に入ってから決勝進出は今回実に8度目です。今日勝って夏の大会3年連続出場ということになりますと、昭和44年から46年にかけての東邦高校以来です。夏の愛知大会はおととしの初戦から17連勝中という愛工大名電。坂本さん、はい、愛知の場合はですね、この両校もそうですし、坂本さんの母校の東邦高校、準決勝、まあ、惜しくも敗れましたが共栄高校、その他の公立の学校もいますし、非常にこう連続出場の難しい県でもありますよね。そうですね、私の時もね、1年生で甲子園行かせていただいて、はい、2年生の時も、中京高校に勝てばね、はい、2年連続というそういうその大きなチャンスがあったんですけども、はい、それはなかなかね、それを許してくれない、はい、そのなんて言うんでしょうか、各学校のその粘りって言いましょうかね、執念って言いましょうかね、その自分たちがこう甲子園で行くんだというそういうその気持ちでね、練習をして来ておりますのでね、その辺 の連覇はですね、なかなか難しいでしょうね。1番途中から守りに入っている才木です。ピッチャーゴロ、弾いた、アウトです。ワンアウトランナーはありません。先ほどの回から細川にピッチャーが変わっている中京大中京。2番の石黒、キャプテンです。今日ヒット2本。バントしました。追い込まれています、まあ、その時々時代時代で強いチームがいる愛知大会ですが、かつてはこの中京大中京、その強さというのが、ね、際立った時代が長く続いて、それを東邦高校や愛工大名電が追いかけるという流れになっていました。坂本さんの頃は東邦と愛
中京大中京が2強という感じだったでしょうか。いやもうそれではね、この愛工大名電も創英、高校も、またその愛知高校もね、またその公立高校もね、強いチームがたくさんおりましたね、まあ、その中でもやはりその私自身がその東北高校1年生でこう甲子園で準優勝したということでね、でその打倒東方というのはね、三遊間レフト前ヒット、ワンアウト一塁です。そういうその各学校のその何て言うんでしょうか、こう執念をね、こう私自身がこう受けながらね、私も一生懸命頑張ったんですけどね、なかなかその連覇というのはこう許してくれなかったですね。さあワンアウト一塁から3番バッターのセカンドの脇山を迎えます。逆転のタイムリースリーベースを放っている脇山です。一塁牽制、ちょっと逆を突かれたランナーです。この場面はヒットエンドランもあり得ますし、脇山も足の速い選手、いろいろなことができる場面です。外してきました。今日は一塁ランナーの石黒と脇山の関係は2番と3番バッターなんですが、前の試合までは1番と2番という関係だったんですね。まあその辺でその打つそのスタートをするそのタイミングなんかっていうのも、ね、一塁牽制、逆突かれた、タッチアウト、ここはうまかった細川、サイン出ていましたかね。ちょっと慌てたのかも分かりませんけども、はい、そのピッチャーのその細川君がその絶妙なタイミングでね、牽制を放りましたね。これそろそろ投げそうなタイミングで牽制したということですか。そうですね、そのセットポジションに入ってから、その牽制をこう送るまでの、その時間というんでしょうかね、その時間差をこう考えながらのね、牽制ですよね。細川はもう2年生なんですが、プレートさばきも落ち着いてますね。落ち着いてますね。打った、当たってしまった、デッドボールです。2アウトランナー1塁。ミスという意味では1塁ランナーがタッチアウトになった愛工大名電、2アウトになりましたがデッドボールを与えてしまった中京大中京です。4番サード渡辺君、そしてバッターボックスに入るのは4番です。ピッチャーとしてはかなり神経を使う場面でしょうか。もうね、回も7回に来ていますので、いい形でこう、ね、ランナーを出してその牽制でアウトにした、いい形でこうツーアウトになった中で、デッドボールを与えてしまいましたので、愛工大名電側としましたらね、このチャンスをこういかにこう生かすかと、こういうところだと思いますね。スライダー、はい、どうぞ。まあ、この場面は、ね、長打をこうやはりその警戒をしなきゃいけない場面ですから、そのアウトコースをこう中心にしながら、ね、インコースはこう、まあ、背玉にしながら、ね、こう投球配球というのが、ね、この場面ではこう大事なんだろうなというふうに思います。追い込みました。前の回もそうでしたが、こういうカウントになるといろいろなボールが使えるようになってきますね。そうなんですね、はい、外野は深めです。外野はしっかりと長打に警戒している中京大中京。風はライトから三塁ベースの方向に向かって吹いています。高め1球見せました。投球パターンでいくと前の回はこういうカウントでスライダーを使ってきました。細川、キャッチャー外低め、スライダーついていきます。夏3連覇がかかる愛工大名電、逆転しましたが追いつかれて迎えた終盤です。7回の表、打った、今のボールもボールでいいという投球だったんですか。それはこう決めに行ったと思うんですけどね、ちょっと指のかかりがね、抜けたんだろうなというふうに思うんですけど、ランナースタート、打っていった、ちょっと詰まっている、レフト左、ファウルです。
今も2エンド2となったところで一塁ランナーを動かしてきました。ここはバッター集中でいいですか、それともランナーも気にした方がいいですか。もうツーアウトになってますから、2エンド2ですから、ある程度こう勝負をいかなきゃいけない場面ですので、そのバッターにこう、ね、はい、集中をする。今のようなその牽制というのはランナーをこうアウトにする牽制じゃなくて、はい、そのバッターのその打ち気を、ね、外すようなその牽制のタイミングだと思いますので、こういう形で僕はいいと思いますね。キャッチャー弾いてしまった。ランナー二塁へ進みます。二塁から三塁は伺うだけ。ツーアウトランナーは二塁、カウント2-3になりました。今は細川からしますと得意のボールを使ってきましたが、ランナー進塁です。お互いにこのイニングはミスが出ています。中盤5対5同点。詰まる、ファウルです。ボールの威力という意味ではかなりありそうですね。今のも、ね、素晴らしいボールですよね。いや、その真ん中に入ってきたかなというふうに私は見えたんですけどね。そのバッターのその渡辺君もね、ちょっとこう振り遅れてるようなね、そんな感じですね。スライダー、見逃しの三振。ランナー二塁に残塁。最後は素晴らしいところに決めました、細川。5対5同点、愛工大名電勝ち越しなりません。最後のボールです。いっぱいです。そうですね、もうここしかないというところにね、決まりましたね。さあ、ピンチを切り抜けました中京大中京、7回裏の攻撃に向かいます。ではその応援席の情報です。小宮山アナウンサーお願いします。はい、三塁側中京大中京応援席、逆転された後すぐさま同点のホームランで追いつくと、スタンドのほとんどの人が飛び跳ねて喜んでいました。でこの同点の場面で期待がかかるのが4番の伊藤隼太選手です。でその伊藤選手の中学時代所属していたチーム長久手ボーイズの選手たちが今日は全員ユニフォーム姿でスタンドに詰めかけています。その選手の一人は憧れの先輩です、絶対に打ってくれると信じていますと話していました。熱気に包まれる三塁側スタンドでした。中京大中京の応援団だと思います。どこか、あ、この選手たちですね。伊藤隼太選手が所属していたというチームの、後輩が今スタンドで声援を送っています。7回の裏は3番から、この次に伊藤に打順が回ってきます。その4番バッターにチャンスでつなげることができるでしょうか。こちら4番の伊藤、今日第1打席タイムリー。まず3番の金山です。いいボールです。今日金山はデッドボール2つにセンターフライ、これが4打席目です。ストライク、見逃し三振、ワンアウトです。お、今しっかりと腕を振ったスピードの緩いカーブでした。変化球に今日いいボールでしたね。左バッターのインコースから変化する、ボールでしたね。さあ4番です。後輩も見守って4番の伊藤隼太が左のボックスに入ります。これだけ打っています。4割7分8厘。第1打席のヒットは先制のタイムリーでした。ファウル。コースはそれほど厳しいところではありませんでしたが、詰まらされました伊藤。
愛工大名電の柴田もボールに力出てきましたね。もうね、回を追うごとにいいボールがね、キレのあるボールがね、出始めましたね。際どい2エンド1、いいところです。コントロールも良くなってきたんじゃないですか。柴田君のね、本来のそのピッチングってのは左バッターに対するそのクロスをしていくね、一番その外のストレートなんですよね、はい、ただその今のように左バッターのそのインコースにもね、思い切ってこう放ることができる、できるようになってますね。早いカウントで追い込みましたが、その後の勝負球外れています。3人目のピッチャーです、柴田翔吾。振らせた、いやファールです。いやファールではありません。バックネットにボールが転がっている。空振り三振、振り逃げ、ワンアウトランナー一塁。伊藤はキャッチャーが取れなかったことに気づくまでにちょっと時間がかかりましたが、バックネットの方向まで転がってしまいました。記録三振、振り逃げでワンアウトランナー一塁です。坂本さん、はい、こういうゲームの流れの中だと今のようなワンプレーは嫌でしょうね。愛工大名電側としましたら、ね、三振アウトを取れた場面でね、ランナーをこう自分に浮かしてしまうというのはね、これはもう大きなピンチですね。さあ5番のサード矢沢です。今日矢沢はヒットなし。ただし左右に打ち分けるうまさは持っています矢沢。一二塁間、あーっと当たった、当たってしまった。一塁ランナー打球に当たりましたのでアウト。ツーアウトランナー一塁です。打球にランナーが当たりましたのでその時点でアウト。そしてバッターにはヒットが記録されます。ここは自分では通過したという、打球をうまく通過したというような形を狙ったんですが、そうですね、足に当たってしまいました、ツーアウト一塁で6番のファースト続きは、しかし今日2打席連続ホームランです。ランナー動きません。ここバッテリーの考え方はどう見ればいいですか。ランナーがこう一塁で2アウトですけども、はい、そのもうこの場面についてはその思い切ったその盗塁というね、そういうその作戦も考えられる場面ですから、しっかりとね、ランナーをこうある程度意識しながらその最後はそのバッターに集中するというね、そういうその組み立てっていうんでしょうかね、そういうその形の中で、守り切ってほしいなというふうに思います。ワンエンドワン、走るとしたら早いカウントの方がいいでしょうか。そうですね、ただこう、ね、今のようにそのピッチャーの柴田君もね、はい、こう、 うまく、ね、このランナーをこう牽制しながらこうしてますので、ね、そのバッランナーの方もね、なかなかこうスタートするタイミングというのは難しいですね。ランナースタート、ボールあっと弾いた、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 二塁からどこ行く、三塁か、三塁行く、三塁行く、キャッチャー追いついた、ボールは投げたが三塁セーフ、ツーアウト三塁。7回はお互いに細かいミスが出ています。坂本さん、何かお互いに細かいミスが出て、そしてお互いに次の1点が本当にこう重要になるような形になってきましたね。もう7回ですから、はい、その次の1点をどちらが取るかというところがね、この試合をねこう左右するね、ことになると思うんですよね。愛工大名電が守りのタイムを取りました。今大藤監督も大きく息を吐いた。愛工大名電、右に投げている背番号12番は3年生の森本、左で投げている13番の桑畑も3年生です。ただし桑畑はまだ今大会登板経験なし、森本は1試合しか投げていない。さあホームラン2本の続きです。ワンスリー、
無理に勝負しないという選択肢もあるでしょうか。あると思いますね。ここはもう本当に、まあ、歩かすぐらいな、ね、覚悟で、投球した方がいいかもしれません。次の福富は左バッター、内野安打1本あります。はっきりと立ち上がってキャッチャーが外すという状況ではありません。ライトへ届いた、スリーアウト。勝ち越しなりません。中京大中京、7回終わって5対5、1点勝負になってきました。さあしのぎました。愛工大名電の応援席の情報です。小宮山アナウンサーお願いします。はい、一塁側の愛工大名電応援席、5回の逆転の場面ではこの日一番の声援が上がりました。でスタンドの中段にはチームカラーの紫色の T シャツを着た父兄が見守っています。5回に逆転となるタイムリーヒットを打った脇山選手のお父さんに話を聞きました。タイムリーが出た瞬間、甲子園に行けると思ってしまった。ただ少し早かったですね。でもまた絶対に点を取ってくれるはず、子供たちを信じていますと親御さんたちも熱い眼差しを送っていました。一塁側スタンドでした。ピンチはしのぎました愛工大名電。これから8回の攻防です。さあ坂本さん、はい、1点勝負のような雰囲気が漂う中でですね、8回9回改めてポイントはどのあたりでしょうか。まあ、再三申し上げますようにね、7回もその両校とも、はい、ちょっとミスがね、出ました。それをまあよくこうね、しのいできたんですけどもね、この8回9回はね、もうそれが本当に許されない回になってますから、その一つのミスをしないということですね。5番のショート古川から始まります。準決勝逆転のタイムリー、三遊間、サードはこぼしている、一塁どうか、矢沢落ち着いていた、一塁アウト。こういうところなんでしょうね。まあ、そうですね、取れなくてもその次をこうどうするのかというところでね、その慌てることなく、はい、矢のような送球をね、一塁に送球しましたよね。ファインプレーですよこれ。サードの矢沢2年生ですし、バッテリーも2年生、経験という意味では3年生の方が上かと思うんですが、はい、その経験の差ほとんど感じないプレーヤーになってますね。やはりね、3年生がいる中でその2年生の、ね、彼らがこうレギュラーポジションを取ってくるというところはね、やはりその精神的にもね、優れたものがあるんじゃないでしょうかね。6番のライト高井です。愛工大名電も今日4番に入っている渡辺2年生、その渡辺今日タイムリーがあります。いいコースです。当てただけ、矢沢難しいところ、フェアです。しっかりとアウトに取りました。ツーアウトランナーありません。坂本さん、今もいいプレーでしたね。もう本当にそのなんていうんですか、躍動感あふれるね、はい、その守備ですよね。こういうそのプレーをしてくれますとね、投げてるピッチャーもね、本当にその心強いんですよね。そして細川の投球を見てみますと、ショートゴロ、サードゴロになりそうなスライダーが多いですから、はい、なおさらこういい影響がピッチャーにも出てくるんでしょうね。リズムができてきますね。さあ柴田です。あっとバットの構えから打っていった、ショートバックアップ、一塁はアウト。相手の意表をつく柴田陽介のいいアイデアでしたが、中京大中京それは許しません。いいリズムで8回の表守りきりました中京大中京。さあ8回の裏です。7回にはお互いにミスが出ましたが、このイニングは非常に中京大中京の守りが良かったですね。内野手のね、その、はい、サードの矢沢君、そしてその今ショートの難波君ですか、その飛んでくるそのボールに対してね、はい、その積極的なその守備の姿勢と言いましょうかね、はい、これがそのちょっとでも躊躇しますとね、はい、愛工大名電のその走力が素晴らしいものがありますから、簡単にその内野打になってしまうんですよね、はい、それをこの中京大中京がね、やはりその大地監督よく鍛えてますね、内野手を。今日はエラーが一つあった、ところど
ところにミスもありますが、はい、全体的にはこうどんどん前に出る守備ができてますね。もう積極的なその守備が、ねできておりますので、そういう意味ではその中京大中京のですね、こう伝統というんでしょうかね、まず守りをこうしっかりしながらその攻撃につなげていくようなね、そういうその守りのその野球というんでしょうか、これがやはりその伝統の力ですね。中京大中京はこの守りのリズムを攻撃につなげたい8回の裏、愛工大名電からすると逆に守りでリズムをつかんで9回に持っていきたいゲームです。ぎっしりと埋まっています。雲は一つもないような青空。快晴の下で行われている愛知大会の決勝戦、第1シードと第2シードの戦いにふさわしい見事な戦いになっています。5対5同点、8回の裏。今のような外に逃げていく変化球、スライダーカーブをうまく使うようになってきました愛工大名電の柴田翔吾。ワンアウト。変化球をうまく振らせました。坂本さん、はい、こういう接戦になってきた時ですね、よくあの裏有利という言い方をするケースがありますけれども、はい、この試合はどうでしょうか。私もね、こう接戦になった場合については、あの裏の攻撃でもうサヨナラ負けがないわけですから、はい、しっかりこうアウトを、ね、一つずつこう取っていくというとね、そういうそのチャンスがこう生まれてくるんですね。ですから、ただこの場合はね、まだまだその5対5ということで、はい、愛工大名電としましたらね、9回の表の攻撃まだ1回あるわけですから、愛工大名電すればまずここをね、しっかりとアウトを一つ一つ取るというね、その慌てないということですね。そういうその守備をすることによって、その自分たちのその攻撃のリズムが生まれるわけですから。8番の田中にノースリーです。2人ピッチャーも準備はしています愛工大名電。中京大中京も投球練習がブルペンで続いています。ワンスリーボール、フォアボール、ワンアウトランナー一塁。打順ラストバッターのピッチャー細川に回って、そしてこの後は今日タイムリーが1本ある難波です。9番ピッチャー細川くん、細川は2回目の打席です。今大会通算で4打数の1安打。ツーアウトにしても送ってくるでしょうか。でも1点勝負というね、はい、ことから考えますと、そのランナーをこうセカンドに送ったところで、1番のその難波君にこうね、かけるというようなその攻撃が中京大中京の狙いだと思います。プレッシャーかける。逆に愛工大名電からしてもですね、はい、まあ、今バントをさせない守りをしてきてますし、もう、はい、そうですよね、はい、仮に送られても今度はこう誰と勝負するかということも考えてくるでしょうか。そうですよね、まあ、ただね、難波君もその後のその渡辺君もね、はい、好打者ですからね。送る、二塁、投げる、二塁、投げる、二塁、アウト、送れず、ツーアウトランナー二塁です。失礼、ツーアウトランナー一塁です。さあ送れませんでした。そして1番の難波です。この形ですと基本的には難波とまず勝負ということになりますね。でもそうですよね、まあ、ツーアウトですから、はい、ここは、ね、ランナーを食べたくない場面ですから、ね、
バッターのその難波君にね、集中をして柴田君は投げてくると思いますね。それと一塁ランナーがピッチャーの細川ですから、はい、ベンチとすると動きにくいでしょうかね。動きにくいですね。単独スチールなんかもですね、ちょっと出しにくい場面だと思いますね。はい、外野長打警戒下がります。セカンド、スリーアウト。8回の裏も0点。終盤以降はリリーフしのいでいます、両チーム。いよいよ愛知大会の決勝、9回に入ります。この背番号10番柴田翔吾、よく投げてますね。変わってからね、はい、よくそのしのいでおるっていうかね、はい、その気持ちを込めながら、いい投球ができてますね。リリーフピッチャーにはプレッシャーがかかるという話がありました、はい、それから先行である分ですね、はい、裏の相手の攻撃がある分のプレッシャーも当然かかってくるでしょうし、そうでしょうね。味方もなかなか点が取れないというプレッシャーもこれまたあるでしょうね。6回からね、なかなかこうチャンスをね、潰しながらこう、はい、来ておりますのでね、ピッチャー投げてるピッチャーとしましたら両校ともね、それなりにその重圧をこう感じながら、はい、立派に投げてますね。そしてこちらは2人目のピッチャー、中京大中京の細川です。大藤監督はこの細川を評して、とにかくこう緊張してしまうというような、硬くなってしまうというようなことがない投手、精神的にはやはりリリーフに向いているタイプなんでしょうか。そうですね。この大事な場面でその自分 の, その平常心をこう保ってバッターに向かっていけるというその性格というんでしょうかね、はい、そういうものはやっぱりそのピッチャーとしてね、その大事な一つの要素になると思うんですよね。先発完投というのがね、昔の高校野球、坂本さんはもうそういうタイプだったと聞いてますけれども。いやいや、もう私の場合はね、そういう意味ではその強い気持ちを持って投げろ投げろというようなね、はい、こう指導をね、佐賀市監督からもういつもされてましたのでね、最近はその選手のタイプによっていろいろね、ピッチャーを使い分けたり、はい、繋いだりということがこう当たり前のようになってきましたね。中京大中京の守りに変更が出ています。また改めてお伝えいたします。8番の森から始まる9回の表です。三塁線ファウル、センターに隙柄が入った中京大中京です。7番センター隙柄です。キャプテンの福富に代わって隙柄です。3番の金山、センターからレフトに回っている、ショート正面、難波です。ワンアウト、捉えていましたが野手の正面でした。中盤以降のチャンスをお互いに生かせていません。お互いに細かいミスも出ていますが、ただそのミスをカバーしながら守りで失点を許さないというパターンが続いています。ラストバッター柴田翔吾、一、二塁間抜けていった、ライト前ヒット、ワンアウトランナー一塁。ヒットの数がこれで11本目ですか。今のもね、その変化球高めに来てるんですけども、はい、それをこう甘いボールをこう見逃さないね、その集中力っていうんでしょうかね、はい、素晴らしいですね。中京大中京はヒット7本、愛工大名電ヒットの数では上回っています。1番佐伯、ここもランナーが柴田翔吾、ピッチャーですのでなかなかベンチとしては動かしにくい場面です。いや、ただ思い切った、ね、作戦が、ね、はい、この場面ではあるかもしれませんよ。あ、そうですか。
牽制するということは中京大中京もしっかり対応してますね。そう思います。バント構えだけあるとしたらヒットエンドランの確率が高いですか。単独スチールなんかもね、単独スチールかもしれませんし、また、自分も生きるような、セーフティーバントですかね、はい、セーフティーバントなんかっていうそのこともね、一、二塁間にこう転がしていくようなね、そういうその攻撃もね、この場面では中京大中京考えておかなきゃいけない場面でしょうね。俊足です、才木。バントした、あっとショーフライ、二塁は、二塁投げる、ちょっと遅れた、二塁セーフだ。ワンアウトランナー一塁二塁。記録フィルダースチョイスがつきました。今はすぐ投げるのではなくてワンテンポ見てから投げました。間に合うと思ったんでしょうね。それにしてもそのランナーのね、柴田くんが、はい、よく走りましたね。さあ伝令が出ます。愛工、中京大中京背番号16をつけた水野伝令。今サードの矢沢に直接こう体に触れながら声をかけていましたね。さあ2番のキャプテン石黒を迎えます。中京大中京にミスが出て愛工大名電勝ち越しのチャンスを作った9回表。外野はワンアウト一塁二塁という場面。センターが今少し前に来ました。内野ダブルプレー体制。スクイズで失礼、送りバントの構えでファウルです。ファウルです。ワンアウトランナー一塁二塁。このあと脇山今日タイムリースリーベースがあります。外野気持ち浅い守備位置を取っています。最後同点、点勝負になってきた9回表。二塁牽制です。ファウル。坂本さん、今のはこれ自分も生きようという形でしたね。もう自分も生きてね、かつてセーフになろうと、その辺のその、はい、野手がファーストにこう来る間に、セカンドランナーがねこう一気にこう駆け抜けてくるようなね、そういうこともこう考えながらの、そこまでですか、戦闘だと思うんですけどね。ただし追い込まれています。2エンド1。今度はバントの構え。ここから引いて打ってくるか、あるいはスリーバントもあるか。スリーバント、三塁は無理です。送った形になってツーアウトランナー二塁三塁。3番脇山です。3番セカンド脇山君。この脇山の2点タイムリースリーベース、一時逆転となる5回表のバッティングでした。その時は中京大中京のピッチャーは先発の伊藤です。この細川からは一度デッドボールで出塁しています。両者の対戦の坂本さん、ポイントはどこでしょうか。このね、初球の入り方だと思うんですよね、はい、要するにこのストライクから入らないということでしょうね。落としてきた、ファウルです。
今ボールになる変化球からだったですね。もうここね、そういう意味ではね、はい、いいところにコントロールができたと思うんですよね。この場面については1本出ますとね、2点入ってしまう、ね、ここ一番大事なね、場面ですから、もう本当にその慎重にいいピッチャーとしましたら、ライトへ大きな当たりだ、ライト下がる、ライト下がる、下がって下がる、ダイレクト、2人帰ってきます。9回表愛工大名電勝ち越し、7対5。3番脇屋今日4打点、5回は逆転だ、この9回は勝ち越しだ。まあ、ちょっとね、先ほどの5回のその、スリーベースもね、今のその高いボールだったと思いますね、はい、まあ、それにしてもそのボールをね、こう見逃さずに、その球に集中してこう打ち返すというね、脇山君のその勝負強さというんでしょうかね、この昨年の経験も踏まえてね、本当にその素晴らしい選手ですね。さあ4番の渡辺、2アウトランナー2塁、ファウル。お互いにこう細かいミスが出て、しかしそれをしのいで迎えた9回の表、ついに勝ち越しました愛工大名電です。なおも2アウトランナー2塁のチャンス、今日タイムリーヒットを打っている渡辺です。振らせます、まあ、動揺がないはずはないんですが、はい、2球いいところに投げてきました。もうこの場面は動揺しているというよりはね、もうこれ以上こう失点を重ねることはね、はい、苦しくなりますので、もうバッターにこう全力を尽くすというその気持ちでね、細川君頑張ってほしいですね。デッドボール、ツーアウト、ランナー1塁2塁です。2点勝ち越されました中京大中京。3年生のセカンドの渡辺が声をかけに行きます。2年生ピッチャーの継投になりました。今日の決勝、中京大中京、2点を勝ち越されました。第1シードの中京大中京、セカンド渡辺から9回の裏は始まります。6番のショート古川、準々決勝逆転のタイムリー、去年の準決勝もこの岡崎市民球場で逆転のタイムリー。大中京の細川も何か丁寧に投げようという意思は強く伝わってくるような投球ではありますね。そうですよね、まあ、一生懸命頑張ってますよね。二塁牽制、逆を突かれた、これはうまい、細川今日2つ目の牽制タッチアウト。さあ2点を追いかける中京大中京、9回裏のこれから攻撃です。では愛工大名電の勝ち越しのタイムリーご覧いただきましょう。三塁からでした。あの低めの変化球をかろうじて当てて今度高め、はい、高低スピード差を考えるとですね、決して優しいボールではなかったと思いますけどね。もうただ一球でこう仕留めるね、そのなんていうんでしょうか、この勝負強さっていうんでしょうかね、はい、これはその脇山君になりましたね。その脇山を3番に起用して4打点、そうしたところも見事にはまった愛工大名電。その脇山が声をかけます。その声を受けて柴田翔吾、9回のマウンド。愛工大名電勝てば3年連続9回目の夏の甲子園。細江、高須、そして柴田翔吾、早い回から継投して積極的な攻撃で中盤流れをつかみました愛工大名電です。2点差、
2番から始まる9回の裏の中京大中京。中京大中京としましては、なんとかね、はい、先ほどいい形で、ね、アウトに取って、はい、この回攻撃を迎えたわけですが、まずこう1人出るということですよね。まだまだその得点差は2点ですから、はい、ワンチャンスでね、2点というのはすぐ取れてしまいますからね。当然先頭バッターの持つ意味合いは大きいですね。はい、もう諦めないということですね。ファウル。去年の秋県大会で優勝、今年春も県大会で優勝、秋も春も夏も勝ったチームは28年間愛知からは出ていません。去年おととしと4回戦で敗れている中京大中京、3年ぶりの甲子園に向かってこの決勝までやってきました。ワンツー、まあ、バッターもピッチャーも緊張感のある場面でしょうね。まあ、ただね、こういう場面になりますとね、はい、そのやってるその選手本人はね、もう急遽必死なんですよね、はい、そその緊張してる場面じゃないわけですよね。緊張すらできないぐらいですか。ただこのね、ここまでこの場面を想定しながらこう日々苦しい練習をしてきた、そういうものをね、こう思い浮かべながらね、その一球一打にね、こう集中してる場面だと思いますよ。よく投げましたリリーフの細川。9回勝ち越されましたが、見事な牽制タッチアウトもありました。ファウル、粘ります。愛工大名電の柴田翔吾の変化球ですね、左バッターかなり打ちづらそうですね、はい、まあ、よくね、をつけながらね、はい、ついていってますよ。最後もスライダー、あの外のカーブ、スライダーに苦しんでいる中盤からの中京大中京の左バッターです。3番の金山を迎える、金山を迎える柴田翔吾、このあと4番の伊藤、そして矢沢まで左、6番の続きまで回ると右バッターホームラン2本。いいコースです。追い込みました。あのインコースのストレート、そして外の変化球、合わせた。深い守備位置のセンター、追いついた。ツーアウト。9回裏2点差、ツーアウト、ランナーありません。7対5、愛工大名電3年連続の夏の甲子園まであとアウト1つ。ここで伝令です。背番号16をつけた石川、必ずと言っていいほど愛工大名電は勝っている9回のツーアウト、こうやってベンチからプレーの確認をします。さあ、夏3年連続の甲子園まであとアウト1つと迫りました愛工大名電。4番の伊藤隼太です。3年ぶりの夏の甲子園まで中京大中京、あと1勝と迫った決勝ですが、2点を追いかける9回ツーアウト、ランナーありません。
ワンスリー。今が4番の伊藤、この後が矢沢、内野安打1本、その後6番続きホームラン2本、フォアボール、ツーアウトランナー1塁。何かちょっとこう腕を振り切れないような今の呼吸でしたね。球打者の伊藤君を迎えて、攻めていこうというその気持ちが、ね、見えたんですけども、やはりそのアウトあと一つのところで、そのピッチャーもね、ちょっとこう気負ってしまったんじゃないかなという感じですかね。4番はつなぎました。5番の矢沢、この後は2打席連続ホームランの続きです。タイムがかかります。慎重に運ぶ愛工大名電、あとアウト1つまで迫っています。ネクストバッターズサークルは続きホームラン2本。矢沢2年生がつなげば続きまで回ります。上げてしまった、レフト、試合終了。愛工大名電、夏の甲子園3年連続9回目の出場。第1シードの中京大中京を破って3年連続の甲子園です。最後は柴田投げ切りました。中京大中京、3年ぶりの夏まであと1勝と迫りましたが、決勝で涙を飲みました。工業大学名電高校が勝ち優勝いたしました。